嗨，各位好，大家好。今天我们要玩的是《十三机兵防卫圈》。那这个游戏呢，最早是出在 PS4 上的哦，它是由亚特拉斯 （Atlas） 然后还有香草社区做美术设计的一个游戏，算是它有分为 AVG 的部分，还有棋盘战斗的部分吧。他一般游玩的时候，就是有13个主角去互相交织、互相剧情去接触，然后影响剧情的发展吧。然后在过程中应该会操作机器人，那个就是他的棋盘战斗的部分吧。那我们就直接开始他的游戏内容了，对，大家开始喽。繰り返します。ただいま番組を中断し、緊急速報をお伝えしています。隕石のように飛来してきた大型の未確認物体は、建物を壊しつつ現在も霞城方面に北進中です。芦田橋では緊急非常事態宣言が出され、周囲の3区で今も避難が呼びかけられています。該当区の住民は警察の誘導に従ってください。类似一个世界有危机的故事。其中一个女角 ，start， 哦，召唤机器人。开始了。君の言った通り、あの映画みたいに怪獣は現れて、こうして僕たちがロボットに乗って戦う。怪獣大战机器人。ずっと前から決まっていたことなんだ。我直接进入游戏吗？これがロボットの中。他第一次操作吗？なんで服が？警告、D信号接近。没穿衣服。声、私の声、頭に響いてくる。迎撃態勢、戦闘情報処理開始。おいおいおいお。外面好多机器人。近づいてくる。どうやったら動くのこれ。聞こえるか、冬坂君。本番。先輩、なんで先輩が。どうして君が関ヶ原の騎兵に乗っている。まさか先輩も A 君と同じ未来人。今はそんなことを話している場合じゃない。分かっていないようだな。そこはもう D の攻撃圏内だ。私、戦うために来たんです。でもこの操縦席には何もなくて、このロボットうんともすんとも言わなくて。時間がない。最低限説明する。時間がない。騎兵は頭で考えて操縦するようにできている。君の頭にもう一つの体がつながるイメージ。やってみろ。できるはずだ。うわ、動いた。何これ、頭がザラザラする。変な感じ。脳内のナノマシンによるリンク。何に珍しい。騎兵からの情報も直接脳へ送られる。自分の声のように聞こえるはずだ。とにかく今は戦いながら慣れるしかない。あ、いや、不行な。はい、開きました先輩。もう来るぞ。ああよ。何か開いて邪魔なんだけど。それは兵装の表示だ。
ともかくそれを使って目の前の D を処理するんだ。それがなんだかわかんないけど。へい、行動、手臂加浓炮。本单怎么打开？どうしよう。やっつけるわ。ああ。やっつけた。あっちにも怪獣が。好多。戦闘では状況に応じた兵装の使い分けが重要となる。一箇所に集中しているなら多連装ロケット砲が効果的だ。我管火箭炮。哎呦！倒せた！倒せた！冬坂君、退避できるか？背後からさっきよりも大型の D が近づいてる。あ？どこに？はい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 。お。冬坂君、15番の後部排気システムにダメージが。え、ガンだ。おお。え？13号。为什么你还穿衣服？ここへ何しに来た？この街をセクター3のようにするわけにはいかない。泉、いや、記憶が戻るわけがない。確か夢ではこうやって行けそうだ。応援が来るまで待て、泉。在梦里面。僕はクラベ中郎だ。啊哒哒哒！你就，我操！爆炸了！Victory！ 不哎呦！哦，三部十郎篇。哦，会玩各个人的篇章，最后会交织在一起这样。哎，香草色真的很屌。教室。まだまだ。何だろうこの感じ。帰ろうぜ、十郎。帰ろうぜ。芝君。どうしたよ、しけたつらして。時々ふっと感じちゃうんだ。不思議な違和感。什么？どうそりゃ。我也在想。生活も何かが違うような。何の映画の受け売りだよ。思考云图哦，要拿到很多关键字，然后思考是不是？芝君は少しお調子者だけど、映画や特撮の話もできる、気の合う。一个人也可以思考。映画といえば持ってきたよ、借りてた映画のビデオ。昨日貸したやつ、もう見たのか。早いな。巨大ロボットがビル街で戦うのって興奮するよね。ジュロ好きだよな。巨大ロボット。大機器。录影带。哦。返しとく。またいい映画があったら貸して。いいけど。すっかり映画マニアだな。ビデオ。見すぎかな。そういえば最近映画のシーンを夢にまで見るし。そりゃビデオ症候群だぜ。何人そのうちビデオと現実の区別がつかなくなる。あったね、そういう。おま。うさみちゃん、帰ろっか。ああ、ごめん。この後待ち合わせてて。もしかしてそれってレンジ君でしょ。いや違うって。
待ち合わせの相手、男っちゃ男だ。是不是也是关键？睡觉。また寝てるな。もう放課後だし、起こした方がいいのかな。そういえば、女の子がロボットに乗ってたな。那就是他。寝てばかりいるし、ちょっと変わった子だ。うん。でも彼女は僕の夢、それで。そんなことより、例のビデオレンタルあったぜ。あの映画？本当？借りるんだろ？もちろん。あ、しまった。ちょっと待ってろ。すぐ戻る。もちろん。シバ君は元気だな。待ってろってどこへ行ったんだろう。那我们叫起来一下吧。冬坂さん、起きなよ。あれ？もう授業終わった。クラベ君、ありがとう。よく寝てたね。私今またおかしな夢見てた。君がいる夢。え？お？僕がいる夢ってどんな夢？それは。干嘛？我把妹子呢？入口のやつ、教室にね。あれれ？どういうこと？お二人さんいつの間にいい感じに？違うよ。なんだよ。俺を気にせず続けろよ。ダンピじゃないこれ。ごめん、冬坂さん。また今度聞かせてよ。わ？そうね。臭脸。わ？え、那个基友。からかったのは悪かったけど、秘密にしてるお前も悪いじゃん。それより網口だ。やつを早く捕まえなきゃ。また網口くんの家に行く気だったの？あいつんちのテレビゲームが俺を待ってるからな。だけど困ったぞ。あいつ約束しないと家にいないもんな。あのクラベくん。何？沢谷さん。回心转意了。为什么是我啊？我啊。クラベ君、今週の終盤です。我管你的，大家不是都不做值。プリントは。学食行ってみるぞ。早く。プリントは。プリントは。分かってるよ。プリントって。お願いします。え？上長条台位置の資訊。別問卷。学食行ってみるぞ。早く準備して。いや、それが。ごめん。このプリントを先生のところへ持っていかないと。なんだよ。なんだ。しょうがねえな。何はともあれ、俺は先に学食へ。カバン持ってけ。後で学食。走。拉走。不是，我的背包。有什么保健室啊？这个会有很多隐藏要素吗？失礼します。保健室这么亮。先生いないのか。我放的就是了。プリントどうしよう。この辺に置いとけばわかるかな。我看。先生の机の上に僕の写真。じゃ、暗恋にや。ちょっと見るだけなら。泉十郎、写真は僕だ。名字間違えてる。中国的黑粉丝豆啦。クラベなのに。症状、投薬により精神が安定、従順な性格、おおむね順調。什么投药？投薬。没抓到。あら、クラベ君。哎，看，保健室老师这么。どうしたの？先生、
プリント忘れたでしょ。まあ、届けてくれたの？中盤の仕事だって言われたから。そう、クラベ君はいい子ね。ありがとう、助かったわ。シバ君が待ってる。学食へ行かなきゃ。そうだ、クラベ君、体の調子はどう？おやすみな。調子って？つまりそのドキドキしたりめまいがしたり頭痛があるとか。你乱下药啊。夜は眠れてる？なぜそんなことを聞くんですか？ね、近頃悪い風が流行ってる。不要啦。こんな季節珍しい。念のために薬を出しておくわ。いえ、結構です。そう。僕はこれで。え、我再回去。まだ何か。寝てばかり。でも彼女、それで。先生、網口くんを。じゃあ知道。一年の網口くん？さっき校内見回りしたけど、見てないわね。そうですか。網口くんと仲がいいみたいね。はい。今日も一緒に遊ぼうと思って。ちょっと意外ね。あ？共通の趣味でもあるのかしら。打游戏や。やっぱり。そんなこと。那就弄你了。映画見たりとかテレビゲームで遊んだりします。そういえば少し目が赤いわね。あ、テレビ画面の見すぎかな。規則正しい生活ができていないようね。週末は家庭訪問をすべきかしら。不要烦了。大丈夫です、生活を改めますから。わかったわ。也不对，你应该来了，欢迎。やっぱりお薬が欲しくなったね。どうしたの？就是想聊啊。啊，没有了，可恶啊！我先走啊。まだ何か。まだいた。シバ君、どうした？網口、学食にいなかったんでこっちに来たんだよ。今日はもうしょうがねえからビデオ屋にでも寄って帰るよ。行こうぜ。王口不见了。どうしたの？網口捕まんねえし、ビデオ屋も無駄足だし、つまんねえ。为什么白跑一趟？例のビデオは貸し出し中だけど、掘り出し物見つけたじゃない。昔の怪獣映画だろ。ダイモス対メカダイモス、74年の名作だよ。ダイモス。ロボットとか怪獣好きだよな、重郎。チラシで見たんだけど、今月は映画館でさ、初代ダイモスをやってるんだ。行かない？あれ何回見る気だよ。そうダイモス。不要这样子。怎么会接近好不好？1954年公開の特撮怪獣映画、後にシリーズとなる第一作目の作品だ。稲葉美雪って最近流行ってるよね。ああ、CM にも出てるもんね。先輩たちも曲いいって言ってたし。そっちは帰る方向逆だぜ。今年の紅白出るかもね。他跑了。好屁哦。十郎、早く帰ろうぜ。あ、なんだ、なんだ。三浦くん？知り合いか、十郎。手順は間違ってない。なぜ動かない？どうしたん？三浦くん。十郎くん。どうしたの？大丈夫？すごく顔色が悪いよ。気分でも悪いの？平気だ。平気だ。おお。おでこのそれ、光ってなかった？すまない。触らない方がいい。なんだこれ。僕の手も光ってる。まさか。どうなってるの。抓到了。いけない。アニムズ。スタート。13番騎兵。転送。君も騎兵の。何？不要乱召唤呐。あそこだ。あれ？何ですか？あったっ
を呼んだのか。なんだ、少し形が違う。映画のロボット。バカ、何やってんだ。戻せ。送り返すんだ。あれ、僕のせいなの。沖野のコードか。強制起動できるように書き足しやがった。だけどこれまずいな。君は。不是他同学已经知道了。とりあえず少し忘れてもらおうか。唉，九太，九太深藏不露。我的天哪！哦，获得这么多神秘档案。よし。哦，五百里。又是咬肚子哭啊！遅刻遅刻，目覚ましに気づかないなんて。毎晩毎晩変な夢のせいで深刻な寝不足だわ。做梦真的会睡不好吗？啊！大丈夫？大丈夫か？どこも怪我はないようだ。小鸟，ちゃんと前を見てないと危ないぜ。すみません。おや、君は。いけない。朝礼始まっちゃう。东西掉了。似ているの。彼女が落としたのか。生徒手帳だ。一年、冬坂伊織。調べた方が良さそうだ。ひよりちゃん。睡觉。おはよう、眠り姫。よく寝てたね。授業終わってる。原告の先生、睨んでたわよ。ほんと。あれだけ堂々と寝てたらね。私、キサラギ、キサラギトミ。あ、沢渡です。私は冬坂さんでしょ。先生に呼ばれても寝ぼけてたけど。そうなの？覚えてない。高校生活開始早々に印象悪いな。ほっとりしている親友のミワちゃん。男子と喋るのは苦手でも恋愛話は興味津々。よろしく。こちらこそ、キサラギさん。うさみでいいよ。あだ名だけど気に入ってんの。私もイオリって呼んで。じゃあ私もミワコで。美和子。うさみちゃん、中学どこだったの？ああ、ちょっと遠いとこ。普通よ。正在隐瞒的事情呢。やっぱり気になる。うさみちゃん、な何？ゴート先輩と仲いいの？ゴート？いや別に。なんで？女子の間で人気の憧れの先輩なのよ。あいつが？そうなのか。あれがね。廊下で親しそうに話してたから。ああ。いや、全く趣味じゃないし、単なる知り合い。そっか。私の前の席に座るうさみちゃん、赤い眼鏡におさげの少し変わった女の子。那奇怪。あれ、おでこ赤くなってるよ。机で寝てたからじゃない？それ太早。これは多分。朝来るとき人とぶつかって、あれ顔が赤くなった。え、何かあるわね。実はぶつかったのがちょっと素敵な人で、思い出したらなんだかドキドキする。それは一目惚れよ。そうなの？そう、運命の出会いに間違いないわ。
そうなのかな、これって冤罪だな、なんだろう、やっぱりドキドキする。ちゃんとお話しすればよかった。制服も違ってたし、ここの生徒じゃないのかな。今日帰りに寄るでしょ。さっきの彼のこともっと聞きたい。うさみちゃんも帰り一緒にどう？クレープ屋さんが新しくできたのよ。クレープか、いいね、クレープ。いつも眠そうだけど、夜更かしでもしてるの？そういうわけじゃないんだけど、変な夢ばかりで夜中に何度も目が覚めちゃって、変な夢って？ぼんやりとしか覚えてないんだけど、昨日のは燃えてる廃墟みたいなとこにいて、廃墟、何か大きな影が近づいてきて、そこで起きちゃうのよね。我慢、うざい。扉もまともに開かないじゃない。しかし古い校舎だよね、ここ。あら、夏乃ちゃん、壊しちゃダメじゃない。愛人。壊してません。この古い校舎って、入学に合わせて新校舎完成の予定が工事遅れたからなんだよね。来月には新校舎なんでしょ。本当に古いよね。戦時中に建てられた校舎だって聞いたよ。そうなんだ、築40年超えか。照明も裸電球だし、こんな古い木造校舎、今時めったにお目にかかれないわ。なっちゃん、教室隣でしょ。いいじゃない、顔見に来たのよ。友達？うん、夏乃ちゃん。あたしたち3人小学校から一緒なの。夏乃ちゃん、こちらうさみちゃん。きさらぎです。南夏乃です、よろしく。南さん、こんなところに見つかったか。他のクラスに入り込んで次の授業の準備を先生に伝えるでしょ。わかったわよ。あ、そうだ、前に行ってた猫、今学校で見たよ。おい、かんだ、おい、どこで？理科室の裏あたり。南さん。はいはい、はい、今行く。おい、おい、わざわざ。その猫ちゃん知ってる？うん、黒くてお腹白い子だよね。ミワちゃんも見たの？学校でよく見るよ。へえ。ずるい、私まだ見たことない。理科室裏か。よし、ちょっと行ってくる。あ、よく寝たせいか元気だね。在班上睡觉的那种通常都是很强，不然就是很烂，就两种。いないな、どこだろう。在那。あ、見つけた、猫ちゃん。抱起来。こんなところに隠れちゃって。あれ、どこ行った？どうして？分かってるだろう。クラベ君と。網口くんだ。俺たちの関係は普通じゃない。網口くん、なんだからしくないよ。聞けよ、俺もこういうの初めてなんだ。お前は感じなかった？ん？もっと確かめ合いたいんだ、付き合ってくれよ。やっぱりおかしいよ。冬坂さん？发现。あ、冬坂？あの、その愛の形はいろいろあっていいんじゃないかと。え、続きをどうぞ。待って、何か誤解してる。俺たちがそういう関係？
面白いなそれ。誤解だよ、僕たちが話して。夢の話なんだ。夢？あ、どれ。夢の話って。うん、最近さ、妙な夢を見ることが多くて、見るたびに全然違う夢なんだけど、どうも時系列がばらけているだけで繋がってるみたいなんだよね。え？驚いたことにクラベ君も似たような夢を見てて、話を聞けば聞くほど状況も設定も一緒で、俺は夢を共有してるんじゃないかって。ええ、是啊。毎晩あの夢で、夜中に目が覚めるもんだから眠い。僕は映画の影響だと思うけど。確かに。そう、メーカーな。花君と知り合ったのもレンタルビデオ屋だったしね。でもなんか違うんだよな。テレパシーでつながっているのか、そうじゃなければ未来のビジョンか。はあ、未来の。お前ら。ともかく夢を見たら確認したいって話していたんだ。突拍子もない話で呆れちゃった。いや、そのそうだったのかと思って。ほら、私てっきり授業始まる。いや、これ、続きはまた教室に戻ろう。これでもう大丈夫？怪獣は来なくなる？いや、まだだよ。自己防衛システム、イージスの起動には時間がかかる。それまで D を可能な限りターミナルに近づけるの。やってみます。警告、 D 信号が攻撃圏内、迎撃態勢、戦闘情報処理完了。ほど、播放。ここに攻撃が来る。どうしたら。攻击。や、当たった。やっつけた。うまくやるんだ。どん。やってやる。ああ。
等一下，これでどうだ？やったぞ！どうしよう？回合制吗？这个游戏，品质很高啊，会是香草色吗？它虽然是一个文字对话游戏，加上那种棋盘制的操控角色的游戏，可是就它各方面的水准都蛮高的，像是角色啊，这种香草色的绘画品质不用说，像它的人物配音，然后。剧情也是目前看起来还蛮有意思的，然后再来他的那个，在他现实 AVG 游戏中可以操控去调查各种东西，对，然后不一定要按，就是没有不是只有一条线啊，可以去调查，让事情发生不同变化吧。那战斗的部分我不知道后面会不会比较难的、啊，不过就是。它主要应该说它的写法就是为了剧情所写的，那战斗也是配合剧情去做它的演出吧，我觉得目前是这样子。这一款的话，如果我之后有空的话，应该会买来玩。这一款毕竟是那个大乱斗的制作者樱井大神也有强力推荐。那今天就先这样吧。喜欢的欢迎订阅、按赞、开启小铃铛哦！各位大家拜拜。